川勝知事をめぐっては今月13日の面会の席で藤枝東高校や浜松市に対するやゆとも受け取れる発言をしたほか性別による役割を決めつけるかのような発言をしましたこうした中川勝知事はきょうの定例会見で脈絡を考えれば話の意図や趣旨は伝わっているはずだと強調しましたそうですね切り取りっていうのが問題だと思います まあ切り取られてそういう形で、あのえー、お母さんが子どもを育てる役割分担の言ってるんだというふうな形に言われると、ですねその上で一言、一連の発言について、謝罪や撤回はしないとの考えを示す一方、誤解を招く発言であったことは反省していると述べています。